ルノーキャプチャールノーサムスン QM3QM3QM3 は韓国のルノーサムスン自動車が販売していた小型クロスオーバー SUV である。ルノーサムスンキャプチャー2011年のジュネーブモーターショー並びに東京モーターショーで披露されたコンセプトカールノーキャプチャーをベースに2012年の風山モーターショーにおいてルノーサムスンキャプチャーの名で発表された。 日産ジークをベースとした小型にドアクロスオーバーであることや、ルーフにカーボンファイバー製の着脱式を採用したこと、22インチアルミホイールや、カルーイングドア、LED ヘッドライトを採用する点など、エンブレム以外は、ルノー版とほとんど同じである。なお、キャプチャーは一時期、ルノーサムスンギャラリーに展示されていたこともある。2013年1月キャプチャーの市販型の情報が公開され、 追って3月のジュネーブモーターショーで発表された。ルノー・サムスンからも公式に情報が公開され、同年下半期に発売予定と発表した。市販型は2013年3月のソウルモーターショー、並びにメーカー公式サイト上で正式に発表。コンセプトモデル時代の名称を、ルノー・サムスンの社名の法則に則った名称である QM3 に変更するとともに、 エクステリアも5ドア化など、市販向けに修正された。デザインは、市販型のキャプチャー同様、ルノーデザイン部のローレンス・バンデン、アッカーが取りまとめた。ベースは、コンセプトモデル同様20区だが、キャプチャーとは違い、サイズやメカニズムの詳細はこの段階では、公表されていない。ルノーサムスン最小の車種であり、同時に、QM5 に次ぐ、本格的な SUV となる。製造は、 富山工場ではなく、キャプチャー同様スペインにあるルノー・バリアドリッド工場で行われるため、ルノー・サムスンとしては、初の輸入モデルとなる。なお、2013年11月には、ティザーサイトによる詳細が発表され、1.5リットルディーゼル、ゲトラグ製パワーシフト DCT を採用し、クレードは SE、LE、RE の3種を用意した上で、翌12月に発表予定とアナウンスされ、 同時に行った仙台限定の事前予約はわずか7分で埋まった。その後、12月28日に正式発表された。2016年からは、公式サイトや YouTube 等で、キャプチャーライフ、キャプチャービバドライフのフレーズを全面に押し出すことで、キャプチャーとの関係性を強調している。なお、キャプチャーとのサイトして、以下の点が挙げられる。2018年3月現在社名の、 QM3 は QM5 同様、Q は追求という意味の、クエスト、M はドライブを意味する、モートリングのそれぞれの頭文字、3は、車格を意味する。ルノー、新型車キャプチャーを初公開。カーベ、ルノーサムスン、小型 SUV、キャプチャーの写真公開。中央日報、MSN、2013年2月7日閲覧。ソウルモーターショー13、ルノーサムスン、 QM3 発表。レスポンス。2013年4月3日閲覧。陸揚げ並びに納車前検査は、富山工場で行われる。QM3T ーザールノーサムスン公式サイト内 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュォッチ。Watch. v イコール40ルフォア GK。ありがとうございます。